んで今日のシュートね、光も遺伝子の慣れの果てって言ったでしょ。ね、土葬火葬の話したじゃない。土葬されても最後は、やっぱり光にはなるよ。遺伝子はね。最後の最後にはね。でしょ、まあ、どういった意味なのかっていうのを、地球サイドじゃなくても火山が起きたり、まあ、火事になって、まあ、火事になったり、いろんな理由で火葬と同じ状態になるじゃない。その時光になる。それが罰なの。なんでかって言ったら、私たちが住んでる地上と外側の地上との間の空間にしか過ぎないから、宇宙っていうのは。でそこにあなた方、私もそうだけど、死者になったらそこに滞留する死者が光になっちゃったらね、光にまで戻っちゃったらそこに滞留するしかない。え、外に出れないんですか？出れます。でも上に行ったら次の地が外側の地球があるから、あなた方は非常に混乱するの。歴史が違うから、違うと外側では時間の流れ方も、あなた方はそれが許せないことのように感じて犯罪を犯してしまう。だから宇宙空間として見てるのよね、実